オースティン・リー・ボスは、アメリカ合衆国ワシントン州、レドモンド出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。2013年の MLB ドラフトで、ワシントン・ナショナルズから50名に指名を受け、契約。ルーキーリーグのガルフ・コーストリーグ・ナショナルズでデビューし、チームのガルフ・コーストリーグ制覇に貢献した。 ショートシーズン A 級のオーバーアンダブルデイズや A 級のヘーガーズタウンサンズでもプレーし、2013年を11、先発46.1回、防御率1.75、55奪三振を記録。2014年は A 級、アドバンス A 級、AA 級で、2015年は AA 級、そして2016年にトリプル A 級に昇格した。2016年は、 トリプル A 級シラキュースチーフスで7勝9敗、防御率3.15の成績を残して40人枠のロースターに入ったが、メジャー昇格はなかった。また、アリゾナホールリーグにも参加した。2017年はメジャーのスプリングトレーニングに招待された。しかしシーズンは苦しみ、A 級とトリプル A 級を通じて、防御率5.94に終わった。 プロスペクトランキングでも2017年開幕前はチーム8位だったが2018年にはトップ30圏外になった。2018年はオフシーズンに取り組んだストレッチトレーニングの回もあり球速が93マイルパーアワーまで上がった。これもありトリプル A 級で18.2回、防御率0.96を記録すると4月29日にメジャー初昇格を果たした。 しかし当番なく、翌日には降格した。6月にも同様のことがあった。そして7月14日のニューヨークメッツ戦で初先発を果たしたが、4.1回を7失点で黒星がつく、ほろ苦いデビューとなった。翌日に降格。9月にも昇格して3当番し、最終成績は1勝1敗、防御率6.57だった。2019年開幕を、 マイナーで迎えたが、6月28日にメジャー昇格。7月22日に右腕の炎症で故障者リスト入り。9月2日のニューヨークメッツ戦で復帰。旧当番で2勝1敗。防御率3.30だった。チームはワールドチャンピオンになったが、自身のポストシーズンでの当番はなかった。2020年は11先発で49.2回で44奪三振。 18指揮を記録し2勝5敗、防御率6.34だった。2021年6月6日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、ブルペンデーでの先発投手となった。2回まで投げていたが、3回の自身の打席で、フィリーズ先発、ビンス・ベラスケスから指揮を受け、その際腹を骨折した。ありがとうございます。